太鼓がですね、1回目の時もこの曲で終わったんですが、今日はねこの曲で終わりたい気分なので、これで終わりたいと思います。ちょっとねいい感じの風も出てきたので、風の歌っていう曲で終わりたいなと思います。はい、ありがとうございました。鈴木健太郎でした。まだまだストレスはね、今日も明日も明後日も続きますので、ね、いろいろ見て回って楽しんでください。ありがとうございました。
ありがとうございました。鈴木健太郎でした。ありがとう。